こんにちは、体の枝10枚勝負です。今日は2023年の2月11日を2時間ほど過ぎましたけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 47.5 円ということで、まあ、相変わらずですね、はい、で昨日ちょっと喋りましたけど、まあ、日足で見たときに、元旦から、ずっと上がってきて、まあ、これだけ下がっただけだから、まあ、よしとしようと考えるしかないですね。はい、まあ、クラーケンあるいはステーキングの話でね、規制がということで、仮想通貨業界全体がね、ちょっと弱気になっているというようなところだと思いますし、ツイッター界隈でもね、その話がいっぱいまだ出回っております。はい、ツイッターの方ですけど、エマーゴですね、エマーゴ中東アフリカ CEO の石田翔吾が今月末にドバイで開催されるブロックチェーンライフ2023に参加します。このイベントは第10回ブロックチェーン暗号通貨とマイニングに関する国際フォーラムで100カ国から4000人以上の参加者が集まりますということですね。はい、こんな感じで石田さんが映ってますけども、ドバイで2月の27から28日ですね。はい、どんなことをね、話されるのか楽しみです。はい、ブルーシフトさん、日本の体のミートアップで他の体のアンバサダーと一緒に私たちの革新的な仕事を共有できることを楽しみにしていますということで、こちらの方ですね、この方が、今日の東半球のミートアップの日本語ルームで、プレゼンをされてました。まあ、デファイの関係なのでちょっと私はね、もうちょっとついていけなかったんだけど、結構30分ぐらいかなプレゼンやっていて、であとランケットさんも質問をねされていて、だいぶ深い、話がね展開されたようでした。で、日本だけじゃなくて、まあ世界中でね使える、まあ、デファイなんで、世界中でも使えるみたいなんですけど、ちょっとね興味のある方はぜひ日本まで来てこうプレゼンされるぐらいなんで、相当なプロジェクトだなというふうに、まあ、感覚ではねありましたけど、ちょっと分かる方に見ていただけるといいなと思います。はい、イーサリアムジャパン、こちら締め切らせていただきまして、予想をはるかに上回る方の応募ありがとうございます。いきなり大人数の運営メンバーとなると破綻しそうなので、第1弾第2弾と徐々に人数を増やしていきます。個別にご連絡させていただきますので少々お時間いただきますと、何を言ってるかというと、イーサリアムジャパンでは一緒にイーサリアムコミュニティを作っていける運営メンバーを募集中ですと、ご興味ある方はリプライか DM をお願いしますということで、結構ね応募されている方がいたんですけど、なんでこんなの拾ったかというとですね、イーサリアム のコミュニティってあんまり聞かないなと思ってこれを見て思ったんですね。はい、コミュニティ、当然ブロックチェーンエキスポとかでもカルダのコミュニティ、明るいのになかった、イーサリアムのコミュニティのブースとかなかったですし、イーサリアムの活動って宮口彩さんっていう方がね、世界でも日本でも活躍されていて、その方がイベントで話されたりするのはよく見かけるんですけど、コミュニティがとかね、アンバサダーがとか、いうのはあまりなくて、だいたい Web3 の会社の方がね、イーサリアムの説明してたり、なんかそういう感じだったので、改めて考えるとイーサリアムのコミュニティ活動っていうようなのがないなというふうに思いましてね。なので今こうやって大きくね、これからやっていこうということで、人が集まってどんどん活動していくと、イーサリアム の活動ってすごい活発に多分見えてくると思うんですね。そうすると体 の活動が埋もれていってしまうんじゃないかなというふうに思ったので、ちょっとね気になって拾いました。なのでちょっとねチェックしていきたいなと思いますし、まあ必ずしも敵対するわけじゃないですけども、ちょっとね警戒というか、はい、埋もれないようにねなんかしていきたいなと思います。でそのイーサリアムですけど、こちらもクラーケンの話が影響してますね。米 SEC のクラーケン規制をどう見るか、イーサリアムステーキングへの影響を考察と。はい、コインポストの記事です。SEC はステーキング規制に及ぶのか。米国の暗号資産取引所クラーケンが提供するステーキングサービスは9日 SEC に無登録証券として起訴された。この事例はクラーケンのサービスに限定したものなのか、米企業によるステーキングサービスやステーキングを採用するプロトコル自体にも影響するのかといった議論に発展している。クラーケンの摘発されたポイントの一つは、同社が最大年利 21% もの報酬を謳いながら
報酬源に関する情報開示が不足していたことにあると。はい、こちらいろんな暗号資産が並んでいて、リターンがね、非常に魅力的な数字が並んでますね。 4%、6%、9%、7%、8%、9%、7%、11%、20% というような感じですね。はい、弁護士が指摘したようにクラーケンのステーキングは本質的に利回り商品の提供であり、米国の別の取引所コインベースや分散型プロトコルリドのステーキング仲介サービスとは性質が異なるものだ。コインベースの最高法務責任者はステーキングユーザーに支払われる報酬率はプロトコルデータをそのまま反映する形であり、あくまでも取引所としては手数料を開示していると説明した。しかし投資家は取締りの連鎖を懸念しているようで、同社の株価は9日に 14% 下落している、はい、SEC の見解、クラーケンのサービスが証券と判断されただけであれば、コインベースのブライアン・アームストロング CEO が危惧した SEC が個人投資家のステーキング全体を禁止する噂は杞憂に終わりそうだ。しかし、ある SEC の関係者は、クラーケンと和解発表後の記者会見で、情報源の不透明性の指摘については、あまり深読みしないようにと語っている。クラーケンは罰金、不正利得などを含めた39億円の支払い、および米国でのステーキングサービスの停止で合意したが、SEC 関係者はクラーケンの事例がステーキング全体と切り離される問題かどうかについてはコメントできないと語っている。SEC のゲンスラー委員長もまたプレスリリースで、仮想通貨仲介者の投資契約自体を取り締まる意向を示していた。ステーキングサービス、レンディング、またはその他の手段に関わらず、仮想通貨仲介者は投資家のトークンと引き換えに投資契約を提供する場合、証券法で要求される適切な開示と保護を提供する必要がある。仮想通貨擁護派と知られる SEC コミッショナーは、SEC のクラーケンへの執行措置に対する反対声明を発表。 SEC が事例にステーキングに関するガイダンスを設けなかったにもかかわらず、執行措置によって規制をなんとかすることは公正な方法ではないと批判した。クラーケンのような仮想通貨ステーキングプログラムの透明性を高めることは良いことかもしれない。しかし、統一された規制ソリューションが必要かどうか、およびその規制ソリューションが仮想通貨に敵対する規制当局によって執行措置の形で提供されるのがベストかどうかはあまり明確ではないと。はい、長くなってすみません。やっとイーサリアムへの影響ですね。クラーケンはイーサリアムの単一ステーキングサービスプロバイダーとしては第3位の企業。SEC の執行措置によりイーサリアム以外の仮想通貨は2月9日にアンステークされており、イーサリアムは23年3月に予定される上海アップグレード後にアンステークされる。この動きはイーサリアムのステーキングサービスを提供するリードやロケットプールのような分散型プロトコルにとってポジティブな動きと捉えられ、関連トークンが前日比で 10%高騰している。一般的にこれらのサービスは米国規制が行き届かない可能性が高いと考えられているからだ。また仮想通貨有識者の間では、 SEC が米企業のステーキングサービスを禁止する方向性はイーサリアムにとってポジティブとの意見も出てきている。米企業のか。中国の仮想通貨規制によりビットコイン採掘事業者の世界的な分散化が加速したように、イーサリアムネットワークの健全化に寄与するという趣旨だ。一方、アームストロング氏はこれらの技術発展の目を米国外へ逃してしまうことは国家安全保障のリスクにつながると指摘。仮想通貨市場におけるステーキングの重要性を説明し、新しい技術が米国で成長するようにし、明確なルールの欠如によって阻害されないようにする必要があると強調していたということで、ちょっと長くなりましたけどね。はい、まあ、いろんな懸念点があるよということで、まあ、昨日話したのとだいぶダブってますけどね、はい、まあ、どうですかね、私としてはちょっと感覚的な話だけすると、ちょうどスシロー のテロじゃないんですけど、スシローでね、ちょっと下品なことやって、バズって、株価が下がった話があるんだけど、あれってすぐ戻しましたよね。だからそれに近いんじゃないかなと。はい、素人的な感覚ですけどね、はい、まあ、希望を込めてそんな風に思っております。はい、あと最後に加納さんから、なんとローカルビットコインが閉鎖へ。みんな知らないと思うけど、古い時代にはローカルビットコインとマウントゴックスしかなかったんですよということで、私全然知りませんでした。皆さんご存知でしたか。これおそらくね、もう時代的にはイーサリアムの ICO よりちょっと前ぐらいじゃないですかね、わかんないけど。
ね、ビットコインとマウントコックしかなかったということなんで、はい、ちょっとね、これは何ていうのかな、昔のことを知ってる人しか影響ないかもしれませんけど、ちょっとね、このローカルビットコインっていうのがね、ちょっと歴史、一つの歴史を作ったところだと思いますので、ちょっと拾いました。はい、では値段に戻りまして 47.55 円ですね。はい、14,012.9×47.55 で元本が10枚ですので、計算しますと、56,613円のプラスということになりまして、はい、566.3% のプラスということですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。